何があった？沼から怪物が。みんなが街道は危険だらけだと言っていたが、耳を貸さなかった。罰が当たったんだ。いいから詳しく話せ。何が起きた？何をしてほしい？それと忘れるな、俺はただ働きはしない。ウィッチャーの決まりでな。その商売で黒の軍団のところへ行く途中だった。突然馬が怯えて道から逃げ出した。つまずいて俺はすっ飛んで荷馬車は転がった。その時泡の音と稲鳴きとすする音が聞こえた。何かが泥の中から現れてアッシャーを食った。ひずめまで全部。商品はまだ荷馬車にあるはずだが怖くて確かめられない。あんたならできるだろう。一番心配なのは小さな箱だ。持ってきてくれないか、頼む。わかった、行こう。箱を見つけたら知らせてやる。荷馬車の後だ。沼に走っていった。荷馬車がある。嫌か。そんな話はしていなかったな。面白い。周辺を見てみるべきだな。馬車に無数の矢が刺さってる。首に命中からいい腕だ。商人の記憶力に問題があるか嘘をついているかだ。彼の言っていた箱だな。血まみれだ。人間の血だ。どうだった？箱はあったか？箱は見つけた。それと荷馬車の運転手らしきものもな。矢が首を貫通してた。この沼にドリアードはいないし、弓を使うドラウナーやウォーターハグなど聞いたことがない。他に容疑者がいないということは。危ない！後ろだ！後ろは何もない。ウィッチャーなら音でわかる。お前の信号は随分早いな。嘘つきみたいに。嘘よりも乗馬の方がうまいといいがな。連れてかないとな。起きろ。馬に乗っても事実からは逃げられん。でお前は何者だ？なぜあの荷馬車を襲った？ジョン・ギールマー、テメリア軍第6師団第2連隊所属だ。解散したがまだ活動してる。森の中で秘密裏にな。あれは医療品の輸送だった。黒の軍団の手に渡ったらおしまいだ。それに薬は仲間にも使えるはず。病人がたくさんいる。見逃してくれれば北方解放のために再び戦えるかもしれない。行け。だが薬はもらう。どの道お前は見つかって殺されるんだ。無駄になるだろう。持っていけ。喉でも詰まらせちまい。